皆さんこんにちは、トッキーです。今回はアメリカで起きた行方不明事件です。ルース・バームガードナーさん、22歳。行方不明になったのは1937年5月6日でした。この日はくしくもあの有名な飛行船の事故、ヒンデンブルク号爆発事故が起きた日です。この時は飛行船の時代でした。大きく優雅に空を舞う飛行船が人々の目の前で爆発、炎上したのです。36名が死亡。生存した62名も重傷を負いました。生中継していたアナウンサーの声は涙で震えていました。この事故と時を同じくして行方不明になったルースさん。彼女は大学最後の年を迎えていました。彼女は大学の学生寮に住んでいました。そしてソロリティにも所属していました。アメリカの大学では女性同士のクラブのことをソロリティと呼び、男性同士のクラブのことをフラタニティ、通称フラットと呼びます。で、これはですね、会員制なんですね。で、そのメンバーに入ることができれば一緒に、部屋を借りて住んだり、大学の中でもそのグループで動いたりします。で、学生寮の中でもそれぞれのソロリティやフラタニティが、部屋を何部屋か取って同じ区間で生活を共にしたりしますが、ルースさんは一人部屋だったそうです。一人で住んでいたそうで、ただ彼女が入ってたソロリティが周りにいたと。で、彼女が入ってたソロリティの名前はデルタデルタデルタでした。まあ、言ってみればクラブ名みたいなもので、デルタデルタデルタという名前が付けられたソロリティに、まあ、彼女は所属していました。そして彼女は美術を専攻していたんです。翌日にテストを控えて、彼女はピリピリしていたそうです。もしかすると卒業できないかもしれないと彼女は周りにこぼしていました。まあ、単位が足りないかもしれないということなんですね。で、翌日のテストは絶対に、合格しなければいけないというプレッシャーから、まあ、彼女は早めに、まあ、みんなにお休みを言って部屋に引きこもりました。そしてそれがソロリティのメンバーが彼女を見た最後になってしまったんです。彼女がみんなにお休みを言った時、すでに彼女は頭に、まあ、ピンとかを止めて、まあ、シャワーを浴びたようだったと言っています。そして翌日の夜10時30分ごろ、ソロリティのメンバーがルースさんが帰ってきていないことに気づいたんです。最後に彼女を見たのは前の晩でした。そしてソロリティのメンバーはこのことを大学に報告したんです。事態を重く見た大学はすぐに警察に届けました。警察がドーム、まあ寮ですね、学生寮のことをドームと呼んだりするんですが、そこに来て捜査が始まりました。すると奇妙なことに、その一人で暮らしていたルースさんの部屋の鍵が2階と3階の間の階段で見つかったんです。で、ルースさんがその鍵を意図的にその階段に置いたか落としたか、それとも何らかの事故に巻き込まれて犯人がその鍵を落としたかわからないんですが、警察はこれを機に大規模な捜査を行いました。で、翌日5月6日、結局最後にみんなが彼女を見たのが5月4日の夜なんです。で、彼女がいなくなったのを気づいたのが5月5日の夜10時半。で、そして大学が警察に届けて、翌日5月6日に彼女は行方不明として登録をされました。警察の調べで、彼女は5月5日のクラスは全て欠席していたそうです。これはその前の晩、
明日のテストは絶対に落ちないように合格するように祈ってと彼女がソロリティのメンバーに頼んで回っていたぐらい彼女は必死に勉強していたのに、そのクラスに出なかったなんてそれはおかしいとみんなは思いました。そしてルースさんの部屋を調べた警察がそのルースさんの髪を留めていたピンとかそのローブですね、湯上がりのローブとかパジャマとかきれいにそのハンガーにかけられてしまわれていたことを発見しました。そして彼女が持っている中で一番古いカバンを持っていなくなったと断定したんです。彼女が持ち合わせていた所持金はその時5ドル以下だと推測されています。今で言うと5ドルは500円くらいですね。それだけを持ってどこに行ったというんでしょうか。で、彼女がその時赤い車に乗ってたんですけれども、そのルースさんの赤い車はいつもの彼女が止めている場所にきちんと車は止めたままだったそうです。で、不思議なことに車の鍵はそのまんま車に置かれていました。で、警察が部屋の中を調べた時に、きちんと片付けられているということを聞いてソロリティのメンバーはそれはルースらしくないと言ったんです。彼女はまあ綺麗好きではあったんですが特にそんなに毎日毎日きちんきちんと整理整頓するような性格ではそういったタイプではなかったと証言しています。ルースさんの両親は、この時点で警察にお願いをしさらに私立探偵を雇って彼女をくまなく、必死に探しました。少し厳しい父親ときちんとした母親に育てられたルースさん、彼女が最後に両親に宛てて書いた手紙にはもしかしたら今年卒業できないかもしれないと彼女の悩みが綴られていたそうです。単位が足りてないかもしれないということですね。だからクラスに出てテストは必ず全部合格しないともう大学をこの年に卒業することはできないかもしれない、もうたくさんやることが山盛りあってどこから手をつけていいかわからないといった苦悩がその手紙には綴られていました。彼女には当時結婚を約束した婚約者がいました。大学を卒業したら結婚をする予定だったんです。ですので彼女にとってはもうこの年できちんと卒業をしたいという思いが強かったんです。そして何の手がかりもないまま日々過ぎていきました。ルースさんの両親は私立探偵からも警察からも何の答えもないまま苦悩の日を過ごしていましたが、両親からはもしかしたらルースはある種記憶喪失になってしまったんではないか、記憶喪失になったので自分の帰る道がわからなくなってしまったんじゃないかということを両親から言い出したんですね。その大学の寮の近所に住む人たちがルースさんによく似た子を見たという証言がいくつか警察にもたらされました。しかしですね、そのどれもがルースさんに結びつくかというとなかなか難しいんですね。ただ似てる子がいたという、さらにその近くに住む地元の人がですね5月5日の夜中ですね午前2時から午前3時の間に若い女性の叫び声を聞いたと報告をしたんですが、ルースさんの一体も見つかってませんし居場所もわからないままです。なのでそれも確認のしようがないということになっています。若い女性の、謎の失踪といいますか行方不明ですよね。もう大規模な捜査が行われても今に至るまで彼女の痕跡を見つけることはできていません。その後ソロリティのメンバーの証言で彼女宛てに週に何度か電話があったというんです。それも男性の声で、ルースさんはいますかと。で、その電話を取ってお話をした後、電話を切った後、いつも
ルースさんはウキウキしたにこやかな晴れやかな表情をしていたそうです。でみんなが言うにはですね、それはそのルースさんの婚約者の声ではないと、もう少し大人っぽい落ち着いたような声の男性から電話があったというんですね。まあ、この証言から、まあ、巷ではいろんな噂が出ました。もしかしたら婚約者以外に恋人がいたんじゃないかとか、で結婚はその婚約者との結婚を苦に病んでその人と駆け落ちしたんじゃないか、あるいはその時代ですからもしかしたら結婚前に妊娠してしまったんじゃないかと、でそのことを気に病んでもう家出してしまったんじゃないかと、いろんな説が飛び交ったんです。しかしその説はどれも根拠がありません。依然として彼女は行方不明のままです。彼女はすごく、まあ、明るくていつも笑顔だったんですけれども、決して自分の内を見せるような人ではなかったそうです。ずっと自分一人でいて部屋も一人部屋がいいと強く主張して一人で住んでいました。ですからとても仲がいい友達はいたんだけれども、彼女の真の姿といいますか心の奥に秘めたことが何なのかがわからないとみんなは言っています。彼女の行方不明から2年後、1939年に両親が警察を訪れました。もう捜査しなくていいと両親の方からクローズするようにと頼んできたそうです。まあ、両親が言うには私立探偵を雇ったけれども警察からも何の答えも導き出せなかった、もうこの件は忘れてくれ、この件はもう終わりにしたいと言ってきたそうです。自分の娘が行方不明になってまだ2年にならない時にもうこの件は終わりにしたいと言ってくる両親、まあ、人々はちょっと奇異な目で見てしまったそうなんですけれども、何かもしかしたら両親は何かを発見してしまって世間に公表される前にこの件をうやむやにしようとしたんではないかと、そういった噂も立ちました。彼女の両親はもう本当にきちんとした、両親だったそうで、世間体をやはり気にするようなところがあったそうです。1937年の出来事ですから今の時代と比べることはできません。その当時の人々の考え方感じ方は今とは違っていたかもしれないです。何があったかはわからないんですが、まあ、ルースさんが行方不明であることに変わりはありません、まあ、彼女の年齢的にもうこの世にいない可能性の方が大きいです。あの時行方不明になったルースさんに何も起きずその後も無事に生活をしていたと思いたいです。まあ、今回はアメリカで起きた行方不明事件についてお伝えしました。ルースさんが住んでいた州はオハイオ州です。大学もオハイオ州にありました。それでは今回はこの辺で、もしよろしければグッドボタン、それからチャンネル登録よろしくお願いいたします。皆さんおやすみなさい。